を登録するウマ娘を3人選んでください。いくよ。スタートです。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。島からダートに入ります。先行争いはスマートファルコン、マルゼンスキー、ミホノブルボン、待機シャトル。上がっていきます。期待通りの結果を出せるか。一番人気待機シャトル、スマートファルコン、快調に飛ばしていきます。さあ激しい先行争いで前に出たのはスマートファルコン、アグネスデジタル。ペースが速い。ちょっと前に出ましたね。先頭はスマートファルコン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはミホノブルボン、その後からマルゼンスキー、エルコンドルマスター。並んできた。内から内から待機シャトル、7番オグリキャップ。並んできた。2マシン離れてアグネスデジタル、そして8番オグリキャップ、その後ろから9番オグリキャップ。息揚々と先頭行きます。ミホノブルボン、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。大きな足を越え4コーナーへ。互いに足を止めている展開。これは直線勝負になるか。集団が一つにまとまって混戦状態です。これだけ密集していると紛れがありそうですね。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはミホノブルボン。栄光まで400。内から仕掛けたのはアグネスデジタル。アグネスデジタル、並びかけてきた。突っ込んでくる。アグネスデジタル、ここでかわして先頭はスマートファルコン。残り200。これは強い。アグネスデジタル、足色は衰えない。アグネスデジタル、リードは2マシン。アグネスデジタル、最後意地を見せて栄冠を手にしました。勝ったのはアグネスデジタル。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。さあゲートが開いた。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。芝からダートに入ります。2番スマートファルコンと7番スマートファルコン、この2人が競り合っているぞ。2番スマートファルコン、快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭は2番スマートファルコン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは7番スマートファルコン、その後待機シャトル。4番手にエルコンドルバター。2番スマートファルコン、ペースが速い。集団が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。先頭は相変わらず2番スマートファルコン、続きました。7番スマートファルコン、外から行く。エルコンドルパター、少し離れて待機シャトル。1馬身差。6番オグリキャップ、外を回ります。8番春うらら、大手焼きを越え4コーナーへ。先頭は宮下ママ、果たして抜け出すのは誰だ。さあ外から先頭を伺うのはエルコンドルパター。アグネスデジタル、前を狙っていると。さあ誰が最初に仕掛けるのか。エルコンドルパター2番手につけ様子を見守る。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのは2番スマートファルコン、400を切りました。並びかけてきたのはエルコンドルパター。突っ込んでくる。エルコンドルパター、エルコンドルパター、ここで抜け出した。200を通過。先頭エルコンドルパター、しかしその差はわずか。追いすがる2番スマートファルコン。2番手争いは勝った春うらら。2番スマートファルコン、エルコンドルパター、今1着でゴールイン。勝ったのはエルコンドルパター。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。カズの娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。芝からダートに入ります。7番スマートファルコンとミホノブルボン、この2人が競り合っていると。期待通りの結果を出せるか。一番人気6番スマートファルコン、7番スマートファルコン、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは7番スマートファルコン、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは6番スマートファルコン、後ろミホノブルボン、外には4番オグリキャップ、少し後ろから5番スマートファルコン、1馬身離れて待機シャトル。3馬身差。3番オグリキャップ、その後ろにアグネスデジタル、後から9番オグリキャップ。息揚々と先頭行きます。7番スマートファルコン、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。大手焼きを越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。アグネスデジタル、前を狙っていると。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのは7番スマートファルコン、外からアグネスデジタル、驚異的なスピア足。400を切りました。追い上げてくるとはまだ2馬身後ろ。2番手争いは6番スマートファルコン、第1シャトル。200を通過。6番スマートファルコン、食い下がれ。6番スマートファルコン、並んできた。ここまでか。7番スマートファルコン、6番スマートファルコンと7番スマートファルコン、2人並んでゴールイン。勝ったのは6番スマートファルコン。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。今スタートが切られました。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。芝からダートに入ります。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパター、4番スマートファルコン、快調に飛ばしていきます。
戦闘集団を見ていきましょう。戦闘は4番スマートファルコン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で戦闘を伺うのはアルゼンスキー、少し離れて2番スマートファルコン、エルコンドルパスターこの位置につけています。この辺りまでで戦闘集団を形成しています。さあ花に立ったのは4番スマートファルコン、このままリードすることができるか。続いてマルゼンスキー、2馬身3馬身開いてエルコンドルパスター、さらに2番スマートファルコン、5番手6番オグリキャップ、少し離れて3番アグネスデジタル、1馬身離れて8番アグネスデジタル、大ケヤキを越え4コーナーへ、互いに足を溜めている展開。これは直線勝負になるか。エルコンドルパスター、まだ抑えたままだ。エルコンドルパスター、1で4勝を伺った。外から先頭を伺うのはマルゼンスキー、最終コーナー最初に立ち上がってるのは4番スマートファルコン、8番アグネスデジタル、一旦400を切りました。8番アグネスデジタル、今度から一気に上がってくる。8番アグネスデジタル、2番手争いは3番アグネスデジタル、8番アグネスデジタル、200を引いた。8番アグネスデジタル、ここで抜け出した。8番アグネスデジタル、足色が壊れない。8番アグネスデジタル、今1着でゴールイン。勝ったのは8番アグネスデジタル、ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。芝からダートに入ります。期待通りの結果を出せるか。1番人気9番アグネスデジタル、3番スマートファルコン、快調に飛ばしていきます。先頭は3番スマートファルコン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはこのブルボン、4番スマートファルコン、続いているエルコンドルパスター、4番手2番アグネスデジタル、ペースが速い。スタミナを切らさないか心配です。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのは3番スマートファルコン、このままリードすることができるか。続きました日本のブルボン、その外並んで4番スマートファルコン、後ろエルコンドルパスター、この辺りまでで先頭集団を形成しています。集団が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。大ケヤキを越え4コーナーへ、勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。9番アグネスデジタル、まだ抑えたままだ。2番アグネスデジタル、前を狙っていると。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのは3番スマートファルコン、残り400、エルコンドルパスター、抜け出した、飛び込んできた、エルコンドルパスター、エルコンドルパスター、リードは1マシン、エルコンドルパスター、足色は衰えない。残り200、先頭は依然エルコンドルパスター、先頭はエルコンドルパスター、エルコンドルパスター、1着でゴールイン。実力をいかなく発揮しレースを制した。勝ったのはエルコンドルパスター、ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝。ありがとうございました。